2B2 のトーキンリズム&ブルース。夏が終わったような気がするんですけど。そうですよね。もうすっかり涼しくなっちゃって、ね。ビーチパーティー、アルバム再現ライブも終わりましたから。うん、うん、うん。今年の夏も終わってね。ええー。もうだから、週末のライブぐらいからいよいよ、秋にはいいことあるだろうね。歌詞を変えて歌うんですよね。歌詞が変わるタイミングです、そろそろ。ついに。ついに変わるんじゃないかというね。曲を季節で使い回す時代に。使い回す時代に。ね、曲もエコですから。ついに突入するということなんですけど。ねえー、夏が終わったわけなんですけど、うん、夏といえばね、はい。前リーダーが言ってた、うん、これ、ポッドキャストで言ってたのか、なんか普通に会話してて話してたのか、ちょっと忘れちゃったんだけど、うん、サマー・オブ・ソウルっていう映画を、はいはい。前リーダーが見てすげえ良かったよって言ってたんで、僕も見ましたわ。良かったですか。良かった。ね。あれ、かっこいい。黒人のウッドストックと呼ばれた、あ、そうだよね。フェスの、まあ、ドキュメント、ライブドキュメント映像っていうんですかね。うんうんうん、ね、それを、クエストラブが監督したってやつですよね。ね。ルーツのドラマーのクエストラブが監督して。うん、ね。1969年でしょ、だからあれ、うん、ドストックってことはね、うん。で、ニューヨークのハーレムか。うん。でやった。なんか割と何週間にわたってやったみたいなさ。はいはい。フェスだっつって。うん。で、結構さ、ああいうドキュメント系のさ、うん、映画って今までもいろいろあったけど、うん、その初蔵出し映像だったからなのか、うん、演奏シーン結構多くてさ、そうだよね、うんうん、もちろん当時のなんかその見に行きましたみたいなさ、うん、人のこうインタビューとか、うんうん、あるいは出演者のちょっとこうインタビューとかもあったけど、うん、結構がっつり演奏シーンが多くて。そうだよね。ほとんどね、ライブシーンばっかりって、ね。そうそう。しかも2時間弱ぐらいあったから。うん、で、ほら、もうさ、うん、有名なところももちろん出るんだけど、うん、レコードの中でしか知らなかった人がさ、うんうん、結構動いてる映像もいっぱいあって。そうだよね。結構だからね、あっと思ったりとかして、あのさ、うん、ラテンのさ、うん、レイバレットってさ。レイバレットね、かっこよかったね。ね。うん。一人だけものすごいでかくてさ。そうそう。急になんか頭身変わった人が出てきてさ。うん。アンドレザ・ジャイアントがこれぐらいでかくて。それでもうね、コンガを。ね、コンガをさ、叩きまくって。曲もなんだ、トゥギャザーか。そう、トゥギャザー。ね、ちょうどかっこいい曲やってるんですよ、ね。あれがね、多分68年、俺アルバム持っててさ、確か。うんうん、で家帰って聞いたりなんかして Together っていうね、うん、そのものそのアルバムタイトルも Together で、うん、ティンティンデオが入ってるんですよ、そのアルバム。おうおうおう、はいはい、マンシーン、ジャズのラテンジャズの、はいはい、名曲の、はい、でこのティンティンデオのね、このレイバレットバージョンのアレンジがまたかっこよくて、おベース始まりでさ、うんうん、ドゥン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 、ベースラインがかっこいいですね、そうそうそう、レイバレットね。そう、多分スカパラはこのバージョンをね、うん、参考にしたんじゃないかっていうね。あ、なるほど。ちょっとレアグルーブ寄りのあれ。はいはいはい。レイバレットでけえなーと思って、よくよく見ると顔もなんか親戚のおじさんに似ててさ、僕のね、沼田サトシおじさんに似てて。ちょっとね、でもなんかこう、近づきやすそうな顔をしてますよね。そうそう、柔和なね。ね、ちょっとアジアンなテイストもちょっと感じるような顔っていうか。そうそうそう、プエルトリコの血が入ってるのかな、うん、ちょっとこうさ、優しそうな、ね、大きくて優しそうな人でさ、うんうんうん、で結構いろいろ見た中で、うん、多分ほらフィフスディメンションとかさ、はいはいはい、アクエリアスね、ね、うん、で結構そこでインタビューで喋ってることとかも、あ、そういうことだったんだみたいなさ、うん、初めて聞くような話があったとか、うんうん、あとステイプルシンガーズがさ、うん、マヘリア・ジャクソンとこう初めて共演できて、アコーディオンスタート、はいはい、嬉しかったとかさ、うん、であとやっぱ最後に出てきたスライがやっぱこうさ、うん、なんかすごい、そこで観客バーッと押し寄せて、そうだね、
1969年だなって感じなんだよね。ヘッドライナーだったんだね、あの時スライがね。ね。やっぱり。で、やっぱめちゃめちゃ盛り上げてさ。でもかっこよかったね、スライね、なんかさ。かっこいいね。あの感じで。なんか、もう少しこう、ギラついた、あの、うんうん、ね、もう少し後期のやつはよく見るけど、うんうん、あのぐらいの年代のやつって、やっぱすごいタイトでかっこいいんだよな。ね、ね。うん。だってあの人数でさ、うん、こう、そう、みんなちゃんと一生懸命演奏してるっつうかさ。そうそう。ガッツあるよね、めちゃめちゃ。うん、で、演奏。鍵盤2個あるし。かっこいいなと思ったんだけど。ね、ドラマーは横向いて叩いてるしね、ドラムセットを。あ、そうね。セットして。白人のドラマー、あの人すごいよね。そうそう。うん。バカ叩いてたよね。バカ叩いてるし、すっげえグルーブを支えてるし。うんうんうん。でも僕はその、一番感動したのはやっぱり、うん、その結構トップに出てきたあの、スティービー・ワンダーの、やっぱドラム叩いてる姿ですよね。うん、ああ、あれ一番目ぐらいだよね。そうそう、うんうん。あのスティービー・ワンダーのさ、ドラムのファンキーさがさ、すごくて、うん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 、あれ、普通にのドラマーより全然ファンキーじゃんと思ってさ。確かに確かに。なんかもう、体の中から、こう、もう、リズムが歌ってる感じっていうか。ああ、うんうんうん。なんかね、隠れてたね。そうそうそう。うんうん、で、あ、こんな風に叩いてたんだと思って、うんうん、なんかそれが僕は一番、あの、インパクト、印象に残ってるシーンでしたね。うん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 、なんか、うん、どのライブも良かったんだけど、スティービー・ワンダーの、あの、ドラムの叩きっぷりが、もう、ね。最高でした。しかもあの、かっこいいさ、ちょっとさ、やっぱ69年だからさ、うん。スーツがちょっとデザインされてんのよね。そうだよね。色もいいしね。中でね、うん。で、茶色っぽいスーツに黄色いシャツでさ。うん。めちゃめちゃかっこいいの。あの、ビシッと着こなしてて、うん。あの、ファンキーにバカ叩く感じが。そうですね。かっこよかった。うん。僕ね、いろいろやっぱ見どころあったけど、僕、結構、グッときたのはね、うん。BB キング。うんうん。BB キングって、うん。そんなにさ、なんか僕、ブルースはこう結構好きで聞いてたけど、うん、BB キングそんなに熱心にさ、いっぱいレコード買って聞いてなくて、うん、何枚かは持ってたけど、うん、で、やっぱほら、50年代のさ、スタイルじゃん。うん、そうだね。で、それを割とこうさ、うん、その、年代が経ってっても、うん、そこを真ん中にこうずっとやってるっていうかさ、うんうん、ある種伝統芸能を、うんこうやってるアーティストだけど、うん、あのそのさサマーオブソウルの中ではさ、うん、あのファンキーブルースな感じのやってて、うんうんうん、あのワナイシングスザブルースかな、うん、なんでオイラブルースを歌うんだっていう曲なんですけど、うんうん、その演奏すごいかっこよくて、うん、あとやっぱあの時代に、うんやっぱこう50年代の香りのするさ、うん、格好なのよ、もう格好も。綺麗なスーツでビシッとさ、うん、ネクタイも決めて、うんうん。で、あの、BB キング自体は変わらぬスタイルで、うん、ちょっとバッキングがこうファンキーでさ、うん、で、あ、この曲すげえかっこいいなと思って、うん、で、歌詞とかもまあ結構かっこいいのよ、うん。俺はこれこれこういうことがあるからブルースを歌うんだっていうことを言ってて、うんうん、で、多分その、セットリストの一番最後に歌ってたんだと思うんだけど、うん、でこれは原曲も聞いたことなかったから、うん、ちょっとあの探そうと思って、うん、調べてみたらなんかね、ライブ&ウェルっていうアルバム、はいはいはい、68、9年かな、なんかあったね、はいはい、うんうんうん、横顔がさ、はいはい、うっすらこうなんか暗闇の中で浮かんでて、うん、ちょっとこう飾り文字でさ、うん、イービーキングライブ&ウェルまあ、よくレコード屋で見てたアルバムで、うん、あ、これ聞いたことないと思って、うん、でまあ、ライブ音源とスタジオ音源がこう入ってるんだけど、うん、それに入ってたのよ。はいはい。で、あーと思って聞いたら、うん、バージョン全然違くて。あ、そうなんだ。なんか、まあ、ちょっとファンキーなんだけど、うん、どっちかというとスローな感じなの。ああ。あ、全然違うと思って、うん。もっとベースがこうズビズビいっててさ。はいはい。すげえかっこよかったアレンジなのに、これ、うん、これじゃねえなと思って、うん、あれあれと思って、他にもしかしたらバージョンあんのかなと思って、
ってさ、うん、その正規版はそのアレンジだったんだけど、はいはい、いろいろこう探ったらですね、うん、ありましたよ。おこれがね、うん、あのローリングストーンズのさ、うん、ゲットヤーヤーヤズアウトってあるじゃん、うん、はいはいはい、チャーリーが、そうそう、ね、チャーリーがピョーンってしてるやつ、はい、あのライブ版の、うん、40周年エディションっていうのが出てて、うん、それが多分10年前ぐらいに出たのかな、うんうん、10年以上前ぐらい、うん、でそれがさ、うん、マジソンスクエアガーデンのライブなんだけど、うん、正規版っていうか僕らが知ってるのはさ、ストーンズの演奏だけじゃん、うん、そうだよね、うん、なんかあの時本当は、うん、BB キング、うん、アイク&ティナターナー、おーストーンズっていう前座2組のストーンズが出てくるっていうそのツアーだったらしいのよ。あ、そうだったんだ。そうだったらしくて。すごい2組をまた前座に据えたよね。すごいでしょ。ルーツの人たちを、まあリスペクトだよね、かなりね。そうね、そうそう。ってことだと思うけど。フックアップの意味もあるのかもしれないけど。はいはいはい、で、うん、当初は、うん、それで出すつもりだったんだ。はいはいはい。BB キング、アイカンドになったのはストーンズのレコード。うん。ライブ版っつって。うん、でも、なんかまあ多分レコード会社とか、いやいや。ストーンズだけでいきましょうよみたいな感じになって、うんうん、BB キングは入れるよりはストーンズだけで行った方が売れますよっていうような、まあそれ権利とかなんとかあったんだね、なんかあったのかで、お蔵入りしててその音源が、うん、なるほどね、それがその40周年エディションの時に全部ドカーンと前方が明らかになったらしく、はいはい、それを聞いたらね、うん、まさにやっぱ69年のライブだから、あ、同じアレンジなのよ、はいはいはい、超絶かっこいいファンキーブルースアレンジで、うん、でサマーオブソウルは夏のライブでしょ、うん、そのマジソンスクエアガーデンの11月のライブだから、うん、アレンジとかもさ多分変わらず、はいはい、同じそのハウスバンドでやってるんではないかと思われるやつで、うん、あ、いいな、すごいね、かっこいい、いいな、これ良かったっすよ、うん、アイカンドティナターナーの方も気になるけどね、そうするとね、アイカンドティナターナーはね、うん、なんかね、スイートソウルミュージックとかね、そういうちょっとこう、スタンダードをちょっとやって、そう、ソウルの伝道師的なね、なるほどね、これを見せて、でもやっぱかっこいいなと思って、うん、ストーンズもなんか久々に聞いたらさ、うん、やっぱストーンズもほらブルースをさ好きで、うん、黒人音楽好きで、 BB キングとかアイカンドティナターナーはきっとアイドルなわけでしょ、うんうん、彼らの中では、うん、でももう全然違うんだよね、なんか出音が、そうだね、うん、ストーンズのもうなんかだからその中で聞くとなんかやっぱこれやべえロックバンドだなっつうのをそうだよね、そのつもりで聞くとね全然違うんだよね、ブルースバンドではもうないっていうね、そうそうそう、なんか全然ちげえなと思って、うん、このねライブ版なんか良かったな、それなんかそのストーンズの話になっちゃってチャーリーの話が出てきたから、うんうんうん、まあ、チャーリー・ワッツがこの間亡くなったじゃないですか、あ、そうだよね、でチャーリーのいい話があって、うんうん、なんかおおチャーリー・ワッツは自分のことを、うん、やっぱジャズドラマーと思ってるんですよね。あ、うんうん、ジャズが大好きで、うん、でだから、ストーンズは、ジャズドラマーが世界一のロックバンドにいるだけのバンドなんだよっていうふうに、うんうんうん、まあこう自分のこととバンドを含めてこう説明するんですよね、うんうんうん、その言葉がすごい素敵だなと思って、うんうん、まあチャーリーはだからジャズドラマーがロック叩いてんだっていう気持ちでやってるからこそのあのこうグルーブっていうかさ、うんうんうん、もうなんかさこうやっぱりあの感じって出そうと思うと出ないと思うんだよね、いや確かに確かに、あのうねりっていうかさ、うん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 、なんかもう独特じゃないですか、もうファその人のファンキーさでしかないっていうかさ、うん、そうだね、人力でしかないっていうか、そうね、そういうことをすごくなんかストーンズライブとか見てるとね感じるんだけど、なんかそういうことなんだなと思って、そうだね、なんかオリジナルなスイング感なんだねきっと ねそうなんですよ、でなんか日本に来日すると、うん、なんかやっぱり日本のタワレコってすごい大きいから渋谷の、うんうん、ね、まあ、今はちょっとあれですけども、うんうん、輸入版なんかでそのアメリカとかイギリスとかで売ってないジャズの版があるから、うんうん、なんかそれを買いに行くのをすごく楽しみにしてたみたいなことを言ってて、うんうんうん、なんかね、ますますこういいなと思ってね、もうだから、ええ、その
ずっと音楽ファンなんだよね。そうそう。うん。もちろん、世界一のロックバンドのドラマーである。しかもジャズのドラマーがそれを叩いてるって、こう自覚はあるけど、うん。片や、でもただの音楽好きでもあるっていうさ。そうそうそう。すごい。なんかインタビューを、なんか、ジャズライフかなんかに当時載ってたインタビュー、来日時、うん、30年ぐらい前のかな、うん、見たらね、めちゃくちゃ詳しくて。あ、ジャズに？ジャズに。おお。で、もう、こう自分でメモを持ってて、日本に来たら、うん、これとこれの CD を買うんだっていうのを、メモにびっしり書いてたっていうんだよね。いいね、うん。そういう話聞くといいよね。なんかちょっと嬉しいじゃないですか。なんか、うん、ね。音楽やってる人が音楽好きっていう。俺も今、タワレコ話で思い出したけど、うん、その、ルーツのさ、うん、クエストラブ。クエストラブね。俺、クエストラブを渋谷のタワレコで見たことあって。ね、来日してた時だね、ルーツの中で。そしたらやっぱり、両手に、カゴ持ってて、うん、そこに山ほど CD 入ってて。ね、好きなやつ全部買って帰ろうぐらいの感じなの。そうそうそう。だからね、まあそれもすごい嬉しい話だし、あとやっぱ日本のタワレコって品揃えすげえんだなっていうのも嬉しいよね。そうだね。そうだね。ね、そういう人たちが、海外の一流ミュージシャンがこぞってさ、タワレコで日本で探してくれるっていうのがさ、そうだよね。自国の CD を。ここに全部あるからっつって。そうそうそう。アメリカじゃなくて日本だからっつって。いや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 。ね、そんな感じで。グッと来ちゃいましたよ、だからね。はい、サマーオブソウル。よかったな。ね、よかったですね、うん。きっと多分さ、DVD とかにもなるんだろうから、これから。そうですね。これはいいですね。映画もまだやってたりするみたいだけど。うん。これはね、見ると元気になりますよ。はい。うん。うん。ちゅうわけでね。はい。スクービードゥーも。うん。秋、10月は結構ライブあってね。そうですね。はい。うん。週末は伊那上越で。フラットオブサークルでありますけども、ね、はい、他にも下北シェルターでやったり、はい、あとビリジマンズストアにまた呼ばれて新潟でやったり、そうですね、で星音やったり、うん、スルトもやったりっちゅう、うん、楽しみですね。ですから、リーダーもまた、はい、あ、僕も10月5日に徳永ゆうきくんの、一緒に徳永ゆうきくんの大阪公演ですね、演歌セッションが、はい、ロックタウンだったかな、ね、ちょっと昼間の時間なんでお仕事されてる方難しいかもしれないですけど、配信ももちろんありますので、うんうん、はい、よろしければご覧ください。行ける人は行ってくれっていうことね。そしてトゥーもありますよね。あ、そうだ、トゥーも ね大事な19日にやりますから、ね、渋谷ロフトヘブンです ね、ちょっと秋っぽい感じにね、はい、なってるかもしれません。はい、ということで今週はこんな感じかな、うん、はいはい、それではまた来週。